どうもこんにちは、こんばんは。チャンネル登録者数1万人を目指す朗読チャンネルを運営している1万です、えー。今日もこのコーナーでは本日朗読していく作品を紹介していきたいと思います。えー、本日朗読する作品はですね、小堺富木作深夜の電話です。 えー、小堺富穂はですね1890年生まれ1929年没ということでね、えー、主に大正時代に活躍した作家さんですね。で、えー、今回読んでいくシリーズはですね「少年科学探偵シリーズ」というシリーズで少年の探偵が活躍するんですね。 少年探偵シリーズって他の作家さんも結構書いてらっしゃって、えー、あの江戸川乱歩も書いてますしあとは蘭育次郎っていう作家ですね少年探偵王っていうシリーズを書いたりしています、えー、このチャンネルでも不思議な電話の事件という作品を読んでいますので、ねえー、ご興味あればぜひ聞いてみてくださいはいそして、えー、小坂伊夫木はですね ご自身が医学博士でしかもこれ生物的な分野でのかなりの権威だったようで科学的なこともやはりかなり詳しかったようですねそれを生かして、えー、少年科学探偵シリーズといいいううのを書いていたようです、えー、この深夜の電話は少年科学探偵シリーズの中でもかなり長い方に入ります少年科学探偵シリーズというだけあってちょっと年少者向けに書かれたシリーズだったのかなって思いま ま勝手にちょっと思ってるんですけれどもえなんでま30分ぐらいのものが多いんですねその中でも長編はかなり珍しいですしえたっぷり少年科学探偵の活躍を堪能できるのではないかと思っていますそれでは改めまして本日朗読するのは小堺富木作「少年科学探偵」シリーズ深夜の電話ですそれでは本編をどうぞ 父母深夜の電話第1回1木が茂れば風当たりの強くなるのは当然のことですが風当たりが強くなればそれだけ木にとっては心配が多くなるわけです少年科学探偵塚原敏夫君の名がいよいよ高くなるにつれて 年君を妬んだりおく君を恐れたりするものが増え近頃ではほとんど毎日と言ってよいくらい脅迫状が舞い込んだり脅迫の電話がかかってきたりします例えばおく君がある事件の解決を依頼されると解決されては困る立場の者のから脅迫状を送っておく君に手を引かせようとします。 あるいは敏夫君がある事件を解決して多額の報酬をもらうとそれを羨んで「金銀を分与せよ」などという虫のいい要求をいたしてきます敏夫君はそれらの脅迫状や脅迫電話を少しも気にしてはおりませんが敏夫君の護衛の任にあたる私は気が気でありません皆さんは多分 私が「誇りは語る」という題目のもとに記述した事件を記憶していてくださるでしょうがあの事件があって以来私はできるだけ注意して敏夫君と一刻も離れないように警戒しているのであります全くこんなに心配が増しては有名になるのも考え問題ですがそれかといってどうにも致し方がありません ことに解決を望む人々が事件の解決を見て喜ぶ有様に接するびごとに私は敏夫君がいかなる場合にも成功するよう祈ってやまないのでありますこれから私が皆さんにお伝えしようとする話もいわば敏夫君の名声の高いのが元となって起こった奇怪な事件です世の中には ずいぶん物好きな人間もありますがこの事件に出てくる人物のような人間に出会ったことは初めてですいやこんな前置きに時間を費やすよりも早く事件の本筋に入りましょうそれは年の暮れも差し迫った12月下旬のことです所管庁や所外者のボーナスが行き渡って 族たちが市中や郊外を横行しようとする自分のある夜ふと私は電話のベルに目を覚ましました見ると隣のベッドで寝ている敏夫君がすでに起きようとしておりましたのでまあ寝ていたまえ、僕が出るからと言いますと敏夫君は「それじゃあ一緒に行こう」 こんな自分にかかってくる電話はどうせ僕に用があるに違いないから。で2人は寝きの上に街灯を羽織って事務室に行きましたかねて私はこういう場合の準備として寝室に卓上電話を設けて寝ていながら話せるようにしてはどうかとおく君に勧めるのでしたがおく君は 僕に用事のある人は皆重大な立場にいるのだから寝ていて話すべきではないと言って聞き入れません私はいささか寒さに身震いしながら受話器を取り上げました「もしもしあなたが俊夫さんですか?」と言ったのは確かに男の声ですいいえ 僕は大野というものです。敏夫君の代理です。では恐縮ですが、敏夫さんに出てもらってください。重大事件ですから。ここでちょっと申し上げておきたいのは。私たちのところにある電話は受話器が二つに分かれていて。聞くだけは二人で聞けるように装置してあります。敏夫君は先方のこの言葉を聞くなり。 直ちに私と代わって僕敏夫ですあなたはどなたですああ敏夫さんですか大変です今こちらに人殺しがあったのです何人殺しが誰がどこで殺されたのです殺されたのは東京中の人が誰でも知っている有名な人です誰ですか 誰だか当ててごらんなさいこの言葉を聞くなり敏夫君は私と顔を見合わせました重大な殺人事件を報告するに当ててごらんなさいとは確かにこちらを侮辱した言い方です敏夫君はしばらくの間返事することを躊躇しましたと突然 <laughs> <laughs> と先方の男は笑い出して「敏夫君いかに君でもこればかりはわかるまい」がらりと変わった言葉の調子に敏夫君はムッとしました「何君は僕を侮辱するのか!?」<laughs> まあまあそんなに怒るなよ。 君を有名にしてやろうと思って、わざわざこの夜中に電話をかけたのだよ。この事件を解決するなら、君は日本は愚か、世界一の探偵になれるぜ。しっかりしてくれよ。いいか君は誰だ俺か。俺は君たちの、いわゆる犯人なんだ。 東京中の人が誰でも知っているその有名な人を殺した犯人だよ分かったかいだからこの俺を捕まえれば君は世界一の名探偵になれるということだだがおそらく君の腕じゃ俺を捕まえることは難しかろう何 まあそのように憤慨するなよ。もう四五時間のうちに君のところへその殺人事件の報告が行くよ。そうしたらこの俺を一生懸命に探しにかかるんだよ。わかったかいしっかりやれよ。じゃさようなら。こう言って先方の男は 電話を切ってしまいました。に敏くんはこのからかい半分の電話をも真面目に解釈して、すぐさま中央局に電話をかけ、今の電話がどこからかかってきたかを尋ねました。すると、それは小石川8829だとわかりましたので、すぐさまその番号を呼び出しました。 が、どうしても通じませんでしたそこで今度はその番号の持ち主が誰であるかを調べましたするとそれは小石川区春日町2丁目の近藤常という美容術師であることがわかりましたとにかく根気よく呼び出してみようこう言って敏夫君は 約5分おきに呼び出しましたそうしておよそ2時間を経た午前3時10分ごろやっとこちらの呼び出しに応じました電話口へ出たのは女です「もしもし近藤さんですか?」と敏夫君は言いました今から2時間ほど前に。 あなたの方からこちらへ電話がかかりましたが。あなたのところに何か事件がありましたか？こう言ってさらにとしおくんはこちらの住所、生命などを詳しく語り、宣告そちらから男の人がこれ、これという電話をかけたが、本当であるかどうかを尋ねました。すると先方の女の返答は意外でした。 〈その返答の要点はこうなのです〉〈電話口へ出た女は近藤常その人であるが今晩一時少し前に覆面の強盗が裏口の戸をこじ開けて入ってきたので女弟子と共に悲鳴を上げて逃げ出そうとすると強盗のために2人とも苦もなくねじ伏せられて麻酔剤をかがされそのまま人事不正に陥ったが〉 やっと今電話のベルで目が覚めたところだというのでしたもしこちらからあなた方の方へ電話をかけた男があるとするとその盗賊ではなかったかと思いますこちらには人殺しも何もございません女弟子はまだ麻酔剤のためにスースー眠っておりますいう声が多少苦しそうだったのでおく君は もし何か紛失したものがあれば警察へ届け出るよう注意して電話を切りました「兄さんもう寝ようよ」突然俊雄君がこう叫びました「こういう時は考えていたとて無駄だそれよりも事件の発展するのを待とうよ」では君は事件が発展すると思うのか あるいは単なるいたずらではないだろうか人殺し云々は嘘かもしれぬが近藤という家へ覆面の強盗の入ったのは事実らしいそれを取り調べるだけでも面白いのだこう言って敏夫君はさっさとベッドの中へ潜り込みましたそうしてすぐ寝入りましたしかし私はなかなか寝つかれませんでした 果たして東京中の人が誰でも知っている有名な人が殺されたのであろうかもしそうとするとそれは誰であろうかまた何のために犯人は電話をかけてよこしたのであろうかなどといろいろなことを先から先へ考えていくと目はさえるばかりでしたそのうちうとうとしたかと思うと 来訪者を告げるベルの音にハッとして私は飛び起きました。としお君も同じく飛び起きました。もう夜はすっかり明けておりました。来訪者というのは、としお君が p のおじさんと呼ぶ警視庁の織田刑事でした。私たちは思わず顔を見合わせました。p のおじさん。 としくはいがになり言いました小石川区春日町の殺人事件で来てくださったでしょうえどうして君は知っているでは君の方へも通知があったかと織田刑事は驚いて言いました別に通知というほどのことではないのですがちょっと変なことがありました それはあとでお話ししますからまず要件を聞かせてください織田刑事は語りましたゆうべ僕は宿直だったが2時頃に電話がかかって「春日町1丁目の空き家に人が殺されているからすぐ出張してくれ」というのだよそのまま先方は電話を切ってしまったのでたとえい,いたずらであるとしても捨ててはおけぬので 二人の部下を連れて行ってみると、果たして空き家があり、中へ入ると、やっぱり本当だったよ。殺されたのは誰です殺されたのは、T 劇場の女優、川上いとこさ。え川上いとこが敏夫君の驚いたのも無理はありません。川上いとこはかつて、 高価な首飾りを盗まれて敏夫君に捜索を依頼し敏夫君は犯人を明るみへ出すことなしに首飾りだけを取り返してやったからであります川上いとこの名は東京中の人は誰でも知っておりますだから電話をかけた男がそう言ったのは当然のことです小田さんはうなずきながら続けました ざっと調べたところによると川上いとこはどうやら毒殺されたものらしいそして多分よそで殺されて空き家の中へ運ばれたものらしいがそれよりも奇怪なことは仰向けに横たわった胸の上に一枚の名刺が置いてあったことだよその名刺に印刷された名を僕は知らぬが ただその名詞の上の右の隅に「心底」という文字が書かれた左の上の隅になんと君塚原俊夫君と書かれてあるではないか私たちはまたもや顔を見合わせましたつまり川上いとこの死骸を君に心底するという意味なのだそこで僕は 少なくともこの事件は君に多少の関係を持っているだろうと考えて電話で相関の許可を得て一切の捜査を君に依頼することにした君もそれには意義はないだろうとしおくんは嬉しそうに頷きましたどうもありがとうございました全力を尽くしてやりますで その名刺をお持ちでしたら見せてくださいこう言って敏夫君は震える手を差し出しました 2> 第2回1小田刑事はポケットの中に手を差し込んで一枚の紙切れを取り出し敏夫君に向かって言いました これが女優川上いと子の死骸の上に敏夫君に新帝と書いてあった名刺だよこう言って小田刑事はその紙切れを裏返してみましたがたちまち「おや?」と叫びましたそれもそのはずです名刺の裏も表も真っ白で何にも書いてはなかったからですおかしいぞ 言いながら織田刑事はさらにポケットの中に手を入れてしきりに探しましたが求めるものはありませんでした「P のおじさん!」と敏く君は叫びました「やっぱりそれが死骸の上にあった名刺だったのでしょうちょっと見せてください」こう言って敏く君はその名刺用の白紙を受け取りましたこれは、 陰,陰気で書いたものに違いありませんあなたがご覧になった時は確かに文字が書かれていてそれが一定の時間を経て消えたのですちょっと持っていてくださいあっけに取られた小田刑事を残して敏夫君はその紙切れを持って次の部屋へ行き何やらしきりにやっておりましたがやがて出てきて小田刑事に渡した紙切れの上には 頭蓋骨の絵が赤い色の線で描かれてありました今ある薬品をかけてあぶり出したらこんな絵が現れたのですこれについて何か心当たりがありませんかとしおくんがこう言い終わらないうちに小田刑事の顔色は変わりました「やっぱりあいつらの仕業か」と小田刑事は 吐き出すように言いました「えと、と敏夫君は小田刑事の顔を強く見つめました「実はね敏夫君」と小田刑事はい分声を低めました「まだ世間には無論知られていないがこの10日ばかり前に上海にねじろを持っているある誘拐団が」 東京へ入り込んだ形跡があるから注意しろという内報が警視庁へ来たのだよその団体のマークがこの赤い線で書いた頭蓋骨で彼らは内地の女を誘拐しては不思議な方法で上海へ連れて行くのだその団体は主として内地の人間から成り立っているらしいがチナ人などをも手先に使い のみならず思いもよらぬところに連絡をつけて実に巧みに犯罪を行っているらしいこの名刺が川上いとこの死骸の上に置いてあったのを見ると彼女はおそらく誘拐されるのを拒んでそのために殺されたのかもしれんいや何にしてもえらい事件が起こったものだ敏夫君は じっとその話を聞いておりましたが何を思ったか突然尋ねました川上いとこの死骸は今どこにありますか君に現場を見せるつもりで春日町一丁目の空き家にそのまま置いてあるよ誰か番をしておりますか部下の刑事が二人番をしているあなたが役所に引き上げられたのは何時頃でしたか 4時ごろだったと思う。それから今までずっと刑事さんたちが番をしているのですね。そうだ。そりゃぐずぐずしておれません。なぜそれには答えないで、おく君は私に向かって言いました。兄さん、すぐ自動車を呼んでくれ。そして出かける準備をしてくれ。 私は電話をかけてタクシーを呼びましたそれから私たちは例のごとく出発の用意をしましたほどなく自動車が来ましたので3人はそれに乗って早朝の町を走りすぎました寒い風が街灯の木々を揺すっておりましたけれど私は緊張のためにむしろ体の熱するのを覚えました団は、 何のために帝都一流の女優を殺したのであろうか何のためにわざわざ警視庁へ電話をかけて知らせなお敏夫君にあのようなからかいの電話をかけたのであろうかこれらの疑問を解こうと考えにかかると頭の中もすこぶる熱してきましたが到底それは私にはもちろん敏夫君にとっても ままだ解けない謎に違いにありません。敏夫君は小田さんに尋ねましたさっき川上いとこは毒殺されたものらしいとおっしゃいましたが確かに毒殺の形跡がありましたかざっと調べたばかりだからわからぬが別に血は流れていないしまた絞殺された様子もないから毒殺だろうと思ったのさあの名刺には僕の名と 神帝という文字のほかに名刺の持ち主が書いてあったようにおっしゃいましたがそれを覚えておいでになりますかさあそれがさっきからどうも思い出せないのだ確かに今まで聞いたことのない名前で初めの一字は山だったと思う山本信義というのではありませんかああそうだ とそうだった。君はその男を知っているのか知っているどころか、実は先だって川上いと子が首飾りを盗まれた時、僕は探偵を依頼されて、山本が持っていることを知り、山本の手から首飾りを取り返したのですよ。ことはいわば内債になりましたが、そのために山本は職を失いました。すると、 そのことを恨みに思ってその山本というのが川上いとこを殺し死骸を君に進呈すると書いたのだろうかさあそれはどうだかまだわかりませんさっき君は僕の尋ねる前にすでに春日町で人殺しのあったことを知っていたようだがそれはどうしてわかったのかねああそうでしたね それを話す約束でしたね。そこで敏夫君は深夜に男の声でからかいの電話のかかったことその電話は春日町2丁目の近藤常という美容術師のうちからであったこと美容術師は一人の女弟子と共に住んでいるが覆面の強盗に入られて麻酔剤を嗅がされ人事不正に陥ったから多分 盗賊が電話をかけたのであろうということなどを順序正しく述べましたその電話をかけその電話をかけた男が今君の話した山本ではなかったがねさあ山本の声をよく覚えていないしそれに電話の声は普通の声と変わるものだからはっきりしたことは分かりません。こう言って俊君は、 考え込みました間もなく自動車は目的地たる春日町一丁目の空き地の前に停まりましたそれは町から少し引き込んだところで建ててからまだ1年は経つまいと思われる平屋でありました織田刑事が先に立ち 私たちはそれに続いて屋内に入りました雨戸がたった1枚開けてあるだけでしたから中は薄暗かったけれどでも何が起こっているかは十分わかりましたそこには全く意外なありさまが現れていたのであります織田刑事が死骸の番に残しておいた2人の刑事が共に猿靴をはめられ 柱に縛りつけられていたのでして私たちの予期した川上いと子の死骸はその辺りに見えなかったのであります織田刑事は思わずあっと叫んで二人のそばに駆け寄り二人の縄を解き猿ぐつわを外しました僕が想像したとおりだ兄さん川上いと子が果たして殺されたかどうかも疑わしいよ 君は私を振り返ってこう言いました自由となった2人の刑事は申し訳がないというような顔つきをして立ち上がりましたどうしたというんだね君たちは一体死骸はどうなったと小田刑事は尋ねました2人の刑事が代わる代わる語るところによると小田刑事が2人を残して空き家を出てから およそ10分ほど過ぎるといきなり覆面の2人の男が現れて背後からそれぞれ刑事たちを襲い何か異様なにおいを嗅がされたかと思うとそのまま気を失い正気がついてみると2人とも柱に縛られ猿靴はをはめられていたばかりでなく女優の死骸がどこかへ運び去られたというのであります。 どんな風采の人間だったかわからぬかね。と、織田刑事は怒ってもしようがないと思ったのか、比較的優しい声で、そのうちの1人に尋ねました。顔を包んで黒い装束をしておりましたから、さっぱりわかりませんでした。俊夫君は畳の上げられている板の上を熱心に捜索し始めましたが、別に手がかりになるものは。 落ちておりませんでした。p のおじさん、川上いとこはどんな服装をしておりましたか？様相で毛皮の街灯を着ていたよ。川上いとこだという確かな証拠がありましたか？そりゃあもう。一目ですぐ分かった。他の2人の刑事も彼らの前に横たわっていたのは確かに。川上いとこに違いないと。 言葉を添えたそれではこのお二人に川上いとこのゆうべからの行動を探ってもらってくださいませんか織田刑事は二人の刑事に意を含めて立ち去らせました,君いったいこの事件をどう思う。やがて私たち三人になると織田刑事はこう尋ねました「どう思うって」 ままだなんともわかりませんよ。ことによると川上いとこは本当に死んだのではなく下死に陥っただけかもしれません。しかしそれは僕の想像にすぎませんこれから君はどういうふうに創作の方を進めていくのかまず美容術師の近藤恒方を訪ねようと思いますその間に、 犯人たちは高飛びシェアしないだろうか。大丈夫です。もし川上いとこが本当に死んでいたならば、死骸を捨てて逃げないとも限りませんが、過死に陥ったものとすると、正気に服するのを待って連れて逃げるでしょうし、逃げるにはなるべく目立たぬよう工夫をするでしょうから。決してその方の手配りを急ぐ必要はありません。それよりも、 美容師を訪ねた方がきっと効果があると思いますこう言って敏夫君は私たち2人を促し春日町2丁目に向かって進みました第3回「1」春日町1丁目の空き家を出た3人小田啓二と敏夫君と私は 間もなく2丁目の美容術師、近藤恒方を訪ねました「近藤美容院」とガラスに金文字を浮かせたドアを開けて私たちを出迎えたのは主人の近藤恒女子でありましたさすがに美容術師であるだけに非常に美しい要望でまだ30歳になるかならぬのように見えましたただ その方に血の気のうせているのはゆうべの事件のためであると想像されました敏夫君が簡単に来意を告げると助手はすぐ私たちをきれいな待合室へ案内してくれましたそれから私たちは熱いお茶のごちそうになりました敏夫君が午前3時10分ごろに電話をかけた時にまだ麻酔剤のために人事不正だった女弟子も もうこの時には普通の人になってお菓子などを運んで出ましたけれども私たちはもとよりゆっくり腰を落ち着けているわけにはゆきませんで敏夫君はすぐさま用件にかかってゆうべ盗賊の入った顛末を訪ねました近藤女子と女弟子とがこもごも語ったところは電話で敏夫君が聞いたこと以上に これという注意すべき点もありませんでした何しろ恐ろしさが先に立ってしかもすぐ麻酔剤を嗅がされたために盗賊が1人だったか2人だったかさえ記憶しないということでしたいわんや盗賊は覆面していたのでその人相などはさっぱりわからなかったのです何か盗まれはしませんでしたか 尾君は尋ねましたいいえ別に何も盗まれはしなかったようでございますあなたからお電話をいただいたので方々を調べましたが何も失っておりませんそれどころか盗賊は小さなガラス瓶を落としてゆきましたえガラス瓶とおく君は熱心に聞き返しました 近藤助手は女弟子に告げてそれを取りにやりましたやがて女弟子は1個の小さな緑色のガラス瓶を持ってきて敏夫君に渡しました敏夫君はその瓶を透かしてみました中には1滴か2滴の液体が残っているだけでしたそれから敏夫君は瓶の表面に貼ってあるレッテルの文字を見ました それは印刷したレッテルではなくて西洋紙切れに黒インキでゲルセミウムと書かれてありましたするとそれを見たとしおの顔には例の満足の微笑が漂いましたこれは確かに盗賊が落としていったものですかはあうちではいろいろの化粧品や薬品を使いますから 初めはうちの瓶かと思いましたがよく調べてみると違っております多分私たちのどちらかが抵抗した時覆面のくせ者が落としたものと見えますちょうど私たちの枕元に転がっておりましたこの時小田刑事は待ちかねたように敏夫君に向かって尋ねましたその横文字は何という意味かね これですかこれはゲルセミウムという毒物ですゲルセミウムという植物の根にある一種のアルカロイドでアルコールによく溶けますストリヒニンと同じく非常に苦い味を持っていまして薬剤としては神経痛などに用いられますがそれよりもこの毒は一種の不思議な作用を持っているのです 不思議な作用とは僕は自分で経験したことはないですがアメリカに有名なワルトン・ドワイト事件というのがあってその事件の中心となったのがこのケルセミウムです。ドワイトという男が自分の生命保険金を左取する目的でこの毒を飲み死んだように見せかけて医師を欺き死亡診断書を取って保険金をもらい 自分は後に生き返ってその金で映画な暮らしをしたということですそれはアメリカの南北戦争が済んで間もない時のことですが犯罪史上ではかなりに有名な事件ですするとそのゲルセミウムは人間を火死の状態に陥らしめるのだねそうです 知覚神経にも運動神経にも強く作用しますからこれを飲みすぎれば死んでしまいますが適当の分量を飲めば一見死んだように思われてその実後に生き返ることができるのですうーんと織田刑事は考え込みましたそうするとあの川上いとこの死体も 殺されたように見せかけけただけだろうか。さあ僕は実際に見なかったから何とも言えないのですが切られたのでもなければ考察されたのでもなくしかも死体が噴出したのですから宣告も川上いとこが歌詞に陥ったのではないかしらと申し上げたのですところがこのゲルセミウの瓶を見てどうやら 僕の推定が確実になったような気がします二。宣告から二人の会話を熱心に聞いていた近藤助手はこの時急に目を輝かせて尋ねました「お話し中に失礼ですけれど川上糸子さんがどうかなさいましたのですか?」。織田刑事は答えました。 実は川上いと子がこの先の2丁目の空き家で殺されていたのです。えと助子は思わず大声を出しました川上いと子とおっしゃるのはあの女優の川上さんのことでしょそうですそれは何かの間違いではありませんか 今はこのゲルセミウムの瓶が発見されたので、あるいは殺されたのではないかもしれません。いいえ、それを言うのではありません。殺されたにしろ、殺されたのでないにしろ、その女は川上いと子さんでなく、もしや人違いではありませんかそれは確かに川上いと子でした。でも、川上さんは今、 伊豆山の温泉に見えるはずです。これを聞いた敏夫君は突然口を出しましたえそれは本当ですかもとより確かなことは言えないですけれど実は昨日川上さんから絵はがきが来たのでございますそれに「年内は帰郷しない」と書いてありましたこう言いながら近藤助手は立ち上がって奥へ行き まもなく一枚の絵はがきを手にして入ってきました。としおくんはそれを受け取って調べました。なるほど、一昨日出した手紙ですね。それに、これは確かに川上いとこの筆跡です。川上いとこと、あなたとはお近づきなのですか。はあ、川上さんは一週間に一度か二度は。 必ず美容術を受けに見えます近頃は銀座辺りに23美容院ができましたけれどあちらは知った人によく会うのでうるさいと言ってこちらへお見えになりました最後に川上いとこがこちらを訪ねたのはいつでしたか伊豆山へ行かれる前日でしたから今から10日ほど前です伊豆山からハガキがたびたび来ましたか いいえそれ一本きりです敏夫君はしばらくじっと考えてから言葉を続けました「このごろ中誰か川上いとこのことを聞きに来たものはありませんか?」すると近藤助手は大きくうなずきましたそうおっしゃれば45日前に川上さんと同じ年配ぐらいの人が美容術を受けに来て 川上さんのことをいろいろ尋ねておりました。でも一体に女の人は他人のことを聞きたがりますから、その時は別に怪しいとも何とも思っておりませんでした。どんなことを尋ねましたか？どんなことといってはっきり思い出せませんが、ねほりはほりいろいろのことを聞きました。その女はどんな風をしていましたか？ 私はやっぱり女優か何かでないかと思いました敏夫君は立ち上がりました P のおじさんこうなっては何より先に川上いとこが伊豆山にいるかいないかを確かめなければなりませんこう言って絵はがきを見て伊豆山の総集屋ですねこれから僕たちは警視庁へお供しますから総集屋へ 長距離電話をかけてください、3. 近藤美容院の電話を借りて私がタクシーを招くとほどなくやって来ましたので私たちは近藤女子とその女弟子に別れを告げて警視庁に急ぎました目的地に着くと私たちは先国春日町の空き家で 柱に縛りつけられていた刑事の一人に出迎えられましたどうだった川上いとこの家を訪ねたかねと小田さんは尋ねましたはあ尋ねましたところが川上いとこは10日ほど前から伊豆山へ行って留守だと留守番のばあやが申しました私たちは思わず顔を見合わせました それではあとで話をゆっくり聞くとしてこれからすぐ伊豆山の総集屋へ電話をかけて川上いとこがいるかどうかもし出立したとするといつ総集屋を出たか聞いてくれたまえ刑事が奥の方へ去ると私たちは小田さんの部屋に案内されました私たちは椅子に腰掛けて初めてゆったりした気持ちになりました 警視庁は普通の人にとっては気の落ち着かぬところかもしれませんが私たちはたびたびここへ来てまるで自分の家のような気がしているので早朝からの気疲れを休めることができました電話の知らせを待つ間敏夫君は P のおじさんと今後の捜索の方針などについて語り合っていましたが私は目を閉じて 今回の事件について考えてみました。が。考えれば考えるほどわからなくなりました。川上いとこの死体が奪われるし、その死体は本当の死体ではなく、下肢の状態に過ぎなかっただろうというのだし。しかも唐の川上いとこは伊豆んへ行っているはずだし、なんのことやら一向わからなくなりました。 むろん川上いとこは伊豆山から帰ったのであろうがそもそもこの事件の中心なるものがどこにあるのかさっぱり見当がつきませんでしたところが事件はさらに一層わからなくなったのでありますというのは伊豆山へ電話をかけに行った刑事がおよそ二十分ほど過ぎて帰ってきて小田さんに「 次のように語ったからです。川上いと子はまだ聡集屋に滞在していてしかもおとといから気分が悪いと言って床についているそうです第4回1女優川上いと子が伊豆山の総集屋に滞在中であると聞いた時 君と小田刑事とは互いに顔を見合わせてさすがにしばらく傍然たるありさまでした誠に無理もありません川上いとこはゆうべ確かに春日町の空き家にたとえそれが火事であるとしても死骸として発見されたのであるのに伊豆山の総集屋ではおとといの晩から気分が悪いと言って床についているというのであるから もし伊豆山に果たしていとこが合唱中であるとするとそのいとこが偽物であるかあるいは春日町の空き家で発見されたいとこが偽物でなくてはなりませんどっちが偽物だろうかと小田刑事は敏夫君に向かって尋ねました無論今掃集屋に寝ているのが偽物ですと 君はきっぱり答えました「えどうしてわかる?」「死に顔や寝顔まで偽物はまねとができぬはずです」「P のおじさんは春日町の空き家にいた女の死に顔を見て確かに川上いとこだと判断なさったでしょうだからそれが本当の川上いとこだったのですそれに圧巻たちは川上いとこが死んだということを 警察のの人に見せたたかったのです。そうしてさらにその死骸を隠してわざと事件を紛糾させたかったのです何のためにさあそれはよくわかりませんがあるいは単に彼ら誘拐団の威力を示して警察をからかうつもりだったかもしれません君のところへ電話をかけたりいとこの死骸の上に君宛の名刺を置いたりしたのも やはり君をからかうためだったろうか僕はその点がまだすっきり理解できません僕をからかうのが不利益であることぐらい彼らも知っているはずですだから僕のところへ電話をかけたり僕宛ての名刺を置いたりしたのは果たして彼ら誘拐団の本意であるかどうか疑わしいと思いますがそれはとにかくこれからすぐ 熱海警察署へ電話をかけ総集屋の川上いとこを監視して逃がさぬように告げてください僕はこれから兄さんと2人で伊豆山へ行きそのいとこの偽物に会ってこようと思いますこの意外な言葉に私はもちろん小田さんもいささかびっくりしました敏夫君本当に伊豆山へ行くつもりか 私は尋ね返しました。そうよ兄さん。僕は久しぶりに旅行がしたくなった。これからすぐ東京駅へ行こう。今夜は帰れないかもしれないから、家へ電話をかけておいてくれ。こちらはどういう手配をしたらいいだろうか。と、小田さんは尋ねました。いとこの偽者が総集屋にいる間は、誘拐団は逃げはしますまい。 君本当にそれはいとこの偽物だろうか偽物でなくて本物だったら何も心配するには及びません宣告近藤片での話によると45日前に川上いとこと同じ年配の女優らしい女が美容術を受けに来ていろいろいとこのことを尋ねたということですから伊豆山にいるのは 多分その女だろうと思います。おく君は皆さんもご承知のとおり一旦言い出したら決して後へは引きませんまたおく君が伊豆山までわざわざ出かけるについては何か目的があるに違いありませんで私たちは小田さんに別れを告げて東京駅に向かいました小田さんに別れる時おく君は 僕が伊豆山へ行くということを熱海の警察へ話しておいてください」と言いました「2冬とはいえ風がなく空はうららかに晴れ渡ってまるで春のように暖かい日でありましたけれども汽車の窓から見る山野の色はさすがに香涼たるもので」 ところどころに小屋のように積んである新わらの姿は遠山の雪とともに寂しい景色の一つであります久しぶりの旅行なので敏夫君は窓の方を向いて移りゆく風景を珍しそうに眺めておりました大船駅を過ぎて相模の海が見えるあたりは東海道線のうちでも絶唱の一つに数えられます 源の実朝は箱根路を「我が越えくれば伊豆の海」や「沖の小島に波の夜みゆ」という名言を残しましたが伊豆を取り囲む海の風光は相模の海にしろ駿河の海にしろ常に絵も言われぬ美しさを呈しております。皆さんは。 太平記の中の年本阿村の天下りの情をお読みになったことがありましょう。竹の下、道行き悩む足柄山の峠より、大磯小磯見下ろせば、袖にも波は小ゆるぎの、急ぐともはなけれども、とある。大磯あたりの海岸は、紫の波が寒暖なく打ち寄せて、

京弁鉄道はその形が至って古めかしくまるでステファンソンが初めてつくった機関車のようだったが今は立派な電気機関車が走っていますそのころは時々断崖の上でもしや転覆しはしないかとヒヤヒヤしたものですとうとう私たちは目的地の伊豆山にまいりました 伊豆山の元の停留場に立つと前には眼下はるかに海があり後ろには鬱蒼たる樹木に覆われた山があります早秋屋へ行くにはここから長い石段のある道を降りねばなりません敏夫君は前面の葉やくれ染めた海中に横たわる島を指して「あれは初島だよ」 と言いました海岸の白砂のないのは物足らぬけれどこの辺りから成長な温泉が出ると思えばそれくらいのことは我慢しなければなりませんその温泉宿のうちでも東洋一の浴槽を持っているという点で名高いのがこれから行こうとする総集屋であります私はいつの間にか事件のことを忘れてしまって辺りの風向や 温泉のことなどに心を奪われておりました突然一人の警官が私たちの方へ歩いてきたのではっとして私は立ち止まりました「塚原敏夫君はあなたではありませんか?と」と警官は敏夫君に言いました「僕です!と」と敏夫君は答えましたよく見れば 左手に相州屋の玄関があります。川上いとこは今朝ほどまではいたそうですが、いつの間にかいなくなりました。これを聞いた俊夫君は案外にもそれほど驚きはしませんでした。そうでしょう。た多分僕はもういないと思いました。それにもかかわらず、僕がここへ来たのは川上いとこのいた部屋を調べたいと思ったからです。 こう言って、て、はにされ女中や番頭たちの話を総合すると川上いとこは先おとといの夕方熱海まで散歩してくると言って出かけその夜遅く帰ってその翌日すなわちおとといから気分が悪いと言って床に着いたという話であります。 今朝東京から電話のかかったときは確かにいたはずだがそのあといつの間にかいなくなったというのです先おとといの夕方までいたのが本物の川上いとこでその夜遅く帰ったのが偽物だったんだと敏夫君は私に向かって言いました今日東京から電話がかかったと聞いて さては警察の手が回ったかもしれぬと思って逃げたのだろう。荷物を持って出ては怪しまれるから、きっと手ぶらで抜け出したに違いない。僕はつまりそこを狙ったんだ。その荷物のうちからか、あるいは部屋の一隅から、誘拐団のありかを調べる手がかりを得ようと思ったんだ。三、それから私たちは、 かいとこののたたた。ししていた部屋にあされま敏夫君はののしたではスーツケースや机などを熱心に調べましたがふときょうだいの小さな引き出しから1枚の紙切れを取り出しました。それは、 寸長さ3寸ばかりの西洋詩でその表面には記号のようなものが書いてありました敏夫君の顔には急に明るい表情が浮かびましたそして無言で私にそれを示しましたその表面には次の文字が書かれてありました SOBOFA PAHAKAAACINEHUHAFEVBUNU、e, 私はこれをローマ字式に読んでみましたがさっぱり意味がわかりませんでした。ついてきた警官も。 物珍しそうに顔を近づけてそれを見ましたがもとより分かろうはずがありません「敏夫君君にはもうこの番号が読めたか?」と私は尋ねましたいやまだ分からんしかしたぶんこれを解けばきっと重要な手がかりが得られるだろうさあ兄さんこれから温泉へ使って湯抱きを浴びようじゃないか。 え、温泉に浸かると私は驚いて聞き返しました偽物の川上いとこが逃げた以上は誘拐団も逃げてしまうじゃないかだって誘拐団の居所が分からなくっちゃ捕まえようがないではないか温泉に浸かるのはこの暗号を考えるためだよ湯抱きにでも打たれたらきっといい考えが浮かぶと思うんだよ それから私たちは東洋一の浴槽すなわち仙人風呂に入りましたそれから湯抱きに体を打たれました敏夫君はうれしそうにはしゃいで一向暗号を考えていそうもありませんでしたがよく見るとやはりその目はちばしって心の奥で一生懸命に考えていることがわかりました やがて敏く君は一人で湯抱きの壺に降りてゆきその肩を打たせておりましたが突然大声で「兄さん兄さん!さん」と呼びました「なんだ?」と私は駆け寄ってのぞき込みました「解けたよ解けたよ暗号が分かったよ!」と言いながら敏く君は 小りするのでありました第5回敏夫君は湯抱きの壺から走り上がってきて急いで体を拭い瞬く間に洋服を着ましたそしてポケットからさっき川上いとこのいた部屋で発見した暗号の紙切れを取り出して私に示しました その時私もすでに敏夫君と同じく洋服を着ておりました SOBOFAPAHAKAACINEHUHAFEVBUNU、e、というわけのわからぬ文字がその紙切れに書かれております敏夫君は 幾分興奮しして言いました兄さんこの暗号をちょっと見るとローマ字ではないかと思うだろうけれどもローマ字読みにしかしこれがやはりローマ字と同じようなものでこの大小2つずつの文字の組み合わせは日本の仮名に匹敵すべきものだとは容易に察しがつくだろうしてみるとこの大きな文字 すなわち SBFPHKACNV などあ行かか行かつまり赤沙田那浜やら1のどれかの行の子音を示し小さい文字は普通の AIUEO の母音を示すに違いないと思われる AIUEO のににもうないいとところを見るるそれに決まっているすると今度は大きな文字がいかなる行の死因を表すかを定めなければならないこれがこの暗号を解く最も難しい点なのだ一目見ただけでは到底考えられないそこで僕は湯抱きに打たれようと考えたんだよよくものを考える時に頭を拳で叩く人がある。 あれは確かに良い方法だ。で僕も湯抱きに脳天を打たせたのだよ。すると兄さん僕はふと湯抱きが水でできていることを考え水はこれを科学の分子式で書くと H2O だ。と思った時ハッとしたよ。そしてこの大きい字を頭の中で繰り返してみたところ S も B も F も その他の大文字は、皆、科学の元素の記号ではないか。すなわち、S は硫黄、B はウ素、F はフッ素、P はリン、H は水素、K はカリー、A はアルゴン、C は炭素、N は窒素、V はバナジウムだ。兄さん、もうこれで締めたものだ。 ちょっと鉛筆を出してくれ元素の記号のうち花文字1個でできているのは A B C F H I N O P K S W U V だそこで次にどれが亜行に属しどれが過行に属するかという問題が起こるがこれはもうわけのないことだ。きっと 原子量の一番少ないものから順に取ってあるに違いないするとその順序はそうだねちょっと書いてみねばわからないこう言いながらおく君はこれらの原子の原子量を書きましたどうも実におく君の記憶のよいには今ら驚かされますこれで小さいものから順に並べると HBC NOFPSKAVIWU だで H あ行 B か業 C 作業 N 他行 O な行 F は行 P 孫行、S 揚行、K ラ行 A 和行 V うんであるに違いないしてみると HA はあ HI はい HU はう HE はえ HO はお BA はか BI はき BU はく be はけ ,bo はこ、となるわけだ。いいかねそこでこの記号を検査すると、so はよ ,bo はこ、,fa はは ,pa はま、,ha はア、あ、,ka はラ ,a a は,は和 ,ce はし ,ne はて、,fu は h.a. はあ。a.fe. は。へ。v. は。ん。b.u. は。く。n.u. は。つ。となる。すなわち、これを書き直すと、横浜、あらわしてう、アヘンクツだ。横浜、あらわし町、アヘンクツだ。言い終わって、としおくんは、 かち誇ったたいを浮かべました私はすっかりどぎもを抜かれてしばらくものが言えませんでしたがやがて「おおそれでは誘拐団は横浜の荒和町のアヘン窟をねじろとしているのだね」と尋ねました「そうだよこれで僕の見込みどおりになったわけだ伊豆山へ来たおかげで圧巻たちの本性を突き止めることができたのだ」 この上はもう彼らを逮捕すればよい。兄さんこれからすぐ警視庁へ電話をかけて P のおじさんを呼び出してくれないか 2> 2さて読者諸君これから当然悪漢たちの逮捕の場面を述べなければならぬのですが残念ながら私自身その場に居合わせなかったので。 その詳しい顛末を紹介することができませんで私は逮捕に行かれた小田さんが敏夫君に物語られた話をお取り次ぎするにとどめます伊豆山から君の電話がかかるなりすぐ数人の腕利きの刑事を連れて逮捕に向かったよまず横浜の警察署へ行って事情を話すと幾人でも応援隊を出すとのこと それに大いに力を得て暗夜に乗じて阿変屈包囲に出かけたんだこの荒和町というのはシナ人街の一部で随分殺伐なところなんだかねて警察でも目をつけていたんだが命知らずの連中の寄り合い場所だからかの蜂の巣をつついて怪我をするようなことになってもよくないからといわば 見見ててぬふりをしていたんだけれども今度という今度は事情が事情だから猶予することができないそこで横浜警察署でもいわば「健康一滴」の大勝負をするつもりで取りかかったんだ荒和町へ行くなり先方も去るもの巣は警察の手入れだとアヘン靴の連中は 抜け穴から逃れようとしたのだが、そこはかねて警察の方で十分研究してあったので抜け穴の出口で一人一人いわば網に引っ掛けてしまったのさ。無論例の誘拐団の連中もその中にいたのだがさてたくさんのシナ人や日本人の男女のうちどれが誘拐団の連中だやら分からず。 警察へ引き上げてからその取り調べに困ったが幸いにも君に遺恨を持っているあの山本信義がいることを警官の一人が発見したので信義を責めることによってとうとう誘拐団の連中を明らかにすることができたのだ今回彼らが逮捕されるようなことになったのも 全く山本信義のためだったので誘拐団の連中は大いに彼を恨んでいたよ。どういうわけかというとそもそも頭蓋骨をマークにする上海の誘拐団が今度東京へ来たのは女優の川上いとこを上海へ誘拐していって彼女を映画のスターとして一本のフィルムを制作するつもりだったのだ。 そのフィルムというのは非常な高値で売れるものなのだ。正式に川上いとこに交渉したとて承諾するわけがないので無理な手段を持って連れ去ろうとしたのだ。もちろん用事さえ済めばいとこを返してよこすつもりだったのだ。ところで、誘拐団の連中は密かに東京へ来てから、 いとこをどうして連れ出そうかといろいろ事情を探ると山本信義がいとこの首飾りを盗んで君に発見されそれがために職を失い次来<雷>いとこにも恨みを抱いていることが分かったのだこの山本という男は名前は真偽だが至って不思議な男であるばかりか よく調べると窃盗犯の前科のある者のなのだ。山本信義というのも実は偽名なのだ。で誘拐団の連中は山本を仲間にすればいとこを誘拐するに非常に好都合だと思い山本のありかを発見してそのことを話すと山本は1も2もなく 悪人たちの仲間入りをしたのださてそれからいとこを誘拐する方法をいろいろ研究しているといとこが伊豆山温泉へ出かけたのでこの木をいつすべからずと誘拐の計画を定めたのだその計画はどういうのかというにまずいとこを誘拐するためには いとこのかえ玉を作らなければならない幸いに一味のものの中には女もいるからそれをかえ玉にしようとしていとこのよく行く春日町の美容院へ研究に行かせたのだその時山本はその女の案内をしたのだがむろん中へは入らず辺りをうろついて待っていたのださて その女がいとこの風刺やその他のことを近藤方で研究してくると、いよいよいとこに仕立てて伊豆の国に行かせ、いとこが熱海へ散歩に出た時を選んで海岸で捕らえて、すぐさま船の中へ移し、その船の中で無理にゲルセミウムを注射して菓子に落とし入れたのだ。そうして、 のがその翌日から気分が悪いと言ってそのまま床についていたのだつまり替え玉を発見されない手段だったのださて一方家史に陥ったいとこを圧巻たちはそのまま連れ帰ればよかったのであるが彼らには妙な迷信があって 一旦その菓子の体を警察の目に触れさせれば途中で逮捕されることなく目的を達することができると信じているのでしたいを春日町の空き家へ持ってきて僕たちに見せる計画をしたのだそのため君が事件に加わってきてとうとう彼らの計画はみじんに砕かれてしまったのだ 誘拐団はいとこの替え玉が帰り次第出発しようとしたのだがちょうどいざ出かけようとするとき警察の手が入ったのだ川上いとこはあのままずっと火事の状態になっていたよ彼らは彼女の体を手ごろなトランクの中へ入れて東京まで運んだりまた持ち帰ったりしたのだが 科学の記号を暗号に使ったりゲルセミウムを使用したりするくせに迷信的なことをやるというのは実に犯罪者というものの特徴を示していると思うよ。それはとにかく君のおかげで川上いとこが無事に帰り誘拐団が逮捕せられたことは実に喜ばしいことと思う。 皆さんこれでこの事件は解決されましたこのことは新聞にも出ないで済みましたから川上いとこがそういう恐ろしい目にあったことを世間一般の人はちょっとも知らないのでありますただこの事件でおく君にもはっきり分からなかったのはなぜ彼らがいとこの貸したいを警察に見せに来たかまさか 迷信のためとは気がつかなかった。と、利尾くんも笑って申しました。ご視聴ありがとうございます。小坂井不木作の作品は、他にもこのようなものを朗読しております。どうぞ、合わせてご視聴ください。